父さん、ただいま。お、おかえり、マナツ。マナツ、ご飯は？うん、何も食べてきてない。じゃあ、すぐ支度するわね。うん、ありがとう。そうだ、マナツ、この前のピアノの発表会の写真できてるぞ。あ、本当？うん。じゃあ、カバン置いてくるね。お、こんな時間誰だ。はーい。こんにちは。ちょっと誰なんですか、あなたたち。お邪魔させてもらいますよ。やめてください。何ですか。どうした、あやこ。ちょっと話してください。やめて、話して。な、何なの君たちは。はじめまして、藤原さんですよね。突然お邪魔して申し訳ございません。私、帝国金融の柏田と申します。金融？金貸しか。一体何の用だ。私は金など借りた覚えないぞ。いやね、藤原さんに覚えがなくても、あんたの弟さんがね。信之がどうしたんだ。まずはこれを見てもらいましょう。5000万、連帯保証の契約。うちらが弟さんに金を貸すときに、あんたを連帯保証人に立てたんだよ。ちょっと待て、こんなこと身に覚えないぞ。そんなこと知らねえな。あんたの弟信之さんが勝手に用意した書類だよ。もうとっくに期限が過ぎてんだよ。うちらも困ってんだよね。信之は連絡がつかないんですよ。だからお邪魔させてもらったんだよ。お兄さんのあんたなら何とかしてくれるだろうと思ってね。ちょっと待て、今信之に連絡する。そうそう、お兄さんなら連絡取れるかもしれないですからね。おう信之か、お前なんてことしてくれたんだよ。ああ、借金のことか。心当たりがあるんだな。ちょっと授業で失敗しちゃってね。どうせお前浮ついた投資の話かなんかなんだろ。藤原さん、兄弟の間の話はそれぐらいにしといてくださいよ。でお前どうするんだよ。返せるあてがないんだよな。なんだと。それじゃお前。だから悪かったって言ってるじゃん。悪かったで済むか。勝手に人を連帯保証にしといて、え、どういうつもり。ご無沙汰してます。あ、柏田さん、あんたもお兄さんのご家族に迷惑かけんの嫌だろ。一回お会いしましょう。切りやがった。こうなったら我々もお兄さんに返済してもらうしかありませんね。何よバカなこと。もう帰ってください。うちに関係ないんですから。ああ、お前らまだ自分たちの立場ってのが分かってねえわ。これ おい、こっちは5000万も貸してんだぞ。弟の不始末は兄貴が面倒見るのが当たり前だろ。しかし5000万なんて無理だよ。ああ、預金がなかったらこの家売ればいいだろうが。ん？火災意識とか全部売れや。なんかそんなことしたらうちの生活が。だから払えって言ってんだろうが。5000万はちょっと払えんのか。払えないのどうして。5000万はいきなり言われても。ああ、奥さん、あんたなんか
いい歳してるね。どうだ、泡に沈めてもいいんだぜ。見てください。わかるだろ。お父さん、この人たち何？マナス、お前は部屋にいなさい。早く戻って。おっと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 。お父さん、お母さん、娘さんですか？彼女。これはこれは、じゅんいちさん、我々も話がわからないわけじゃないんですよ。どういうことだ？娘さんを我々に預けてもらえば5000万は目をつぶるということですよ。非常識なこと言うな。おい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 、5000万借りといてドローンする方が非常識と思うけどな。しかし、そんなことは。お父さん、何するんですか？ほらほら、お前らもおとなしくしないとやっちゃうぞ。ほら